レプリカ GB モデル Z はアメリカ合衆国のエアレース機であり、1931年のトンプソントロフィーのために開発された機体である。1931年12月、ローエル・ベールスの操縦で時速 430.245km の地上機の速度記録を樹立した。マサチューセッツ州のスプリングフィールドでスポーツ機を製作していたグランミル兄弟は、 強行で落ちた売り上げを回復するためにトンプソントロフィーに参加することを決め、1931年6月から制作を始めて5週間足らずの期間でモデル Z を制作した。8月22日にモデル Z がシティオブスプリングフィールドという名前で登場した。できるだけ小さい機体に大きなエンジンをつけて、 速度を得ようとした設計で535馬力の R-985 ワスプジュニアクーエンジンを搭載した。1931年8月22日に初飛行を行うと非常に操縦の難しい機体であることが判明したが、速度性能は機体通りのものであった。9月1日にローウェル・ベールスの操縦で、 シェルスピードダッシュで時速 430.245km の飛行式の速度記録を記録し、9月2日にはグッドイヤートロフィーで 80km を平均時速 330km で飛行し、優勝した。9月5日、ボブホールの操縦で、ジェネラルタイヤラバートロフィーレースで優勝した。九月七日、ローェル・ベールスの操縦でトンプソントロフィーに出場し、 平均時速三百八十点一九キロメートルで飛行し JHD リトルらの有名パイロットを破って優勝した。トンプソントルフィー後にエンジンを七百五十馬力のワスプシニアに換装しデトロイトのウェイン飛行場での世界速度記録挑戦の準備が行われた。事前の試験では時速五五百キロメートルの飛行式記録を樹立するが十二月五日の公式飛行では GBE 機は翼を失って、横転、墜落し、操縦していたウェルスは死亡した。この記録飛行は映画に撮影されており、その画像から緩んでいた燃料キャップが外れて、パイロットに当たり、急激な機体姿勢変更の操作により翼が破壊された墜落したと推定された。さらに GBEZ は高速では翼に、フラッターが生ずることが分かった。GBE R-1GBZ の墜落を記録した映画はアメリカのエアレースの華やかだった時代の記録映画として最も知られたものとなった。GB レーサーは殺人鬼と呼ばれたが1932年のレースシーズンにはさらに活躍した GBR-1 に進化した。GBZ のレプリカは2機が作られた。ジェフ・エーカーとケビン・キンボールの制作したレプリカ機は フロリダ州のファンタジー・オブ・フライト博物館に展示されている。1978年にビル・ターナーが制作したレプリカ機は飛行特性を改善するために翼を拡大し、1991年に映画ロケティアに出演した後、ワシントン州のミュージアム・オブ・フライトに展示されている。ありがとうございます。